降格戦です。ここはアレックスというキャラしっかり勝っていきたい。タメテクロ肘が12回入るキャラです。さあタメテクロ、ここは12回の肘見せることができるか。腰デジエレクトリックスで攻略アクラーゲにならない。ドリルネクラッパーに対して、ここは中盤 EX スラッショップ、しゃがみ中盤、非常に立ち回りがうまい、うまくなっている桜田ですが、ドリル中盤エレクトリックスで確定反撃、ドリルシモンか、シモンかカミラか、ドリルを出していく。爆弾中盤、爆弾中盤、ドリル、ドリルうまく使っている、天元突破。さあタムネクロ落ちるわけにいかないと。しゃがみ中盤体育 EX ラッショップ、これ上がらしているが、電池置いて、さあ桜田やはりネクロちょっとやりづらそうな感はあるが、バックジャンプ中盤電池 EX ラッショップ、画面端をまずは追い込みたいところだが、さあタムとしてもやはりここは勝っているキャラ、キャラ勝っているはずです。ここはしゃがみ引き中盤ドリルからの、引き中盤ドリルではない、引き中盤トルネードからのエレクトリックスネーク、スタッチ稼いで電池体育、ネクロアッパー嫌いけ、エレクトリックスネーク、これ入らない、投げて中盤倒す、これは中盤電池ちょっと焦った、しかし電池体育引き中盤、圧倒的体力リードのためネクロ、最後はどうせしゃがみ中盤、コニタンから教わったしゃがみ中盤、